1本しか食べられないのですが、2本食べられるという日が来ました。だって動画撮ってるんだもんね。おめでとうございます。おめでとう。今日はじゃあ2本に挑戦するということでよろしいでしょうか。2本簡単じゃん。はい、じゃあ、はい、お願いします。それではこれを撮っていきます。一発でくっ、もう一発で撮っちゃってよくっって言ってましたけど今。よっしゃ、いくよ、うん、面白い動画になりますよ。なる？なりそう、うん、なりそうじゃん。おいしい？せーの、へい！裂けるチーズ製。裂けるチーズはね、大人気なんですよね。そうですね、弟くんも大好きですよね。いつもはね、半分こして1本1本しかもらえないんだけど、どうしても2本食べてみたいと。アイドも2本食べてみたいんだろうなと思って2個買ってきました。そうですね、2個買いましたね。貝は食べれるかな。うん、食べれなかった分は僕の動画に移します。早く食べてみてください。裂けるチーズの1本と2本の食べ方の違いっていう動画も作りますか。レイ君は食べることがめちゃくちゃ大好きな男の子です。いつも給食おかわりするしてくるんだもんね。今小学1年生なんだけど、1学期になんかアーモンドなんだっけ、なんかパン、おかわりでじゃんけんで負けて食べられなくて本気で泣いたらしくて。本気で泣いてなかったんだよね。本気で泣いちゃったんだよね。我慢できそう2学期は。だから食い意地がすごい、ね、だって先にチーズ今食べてるもんね。そうだよね。はい、どんどん進めていきましょう。それじゃあババーパッ。あ、お、裂けるチーズを裂けさせずに食べているパターン、新しいパターンですはい、もうダメ、いかないもん。今裂けるチーズ残り 0.6本。 0.6、 でももう1本あるよね。さらにパワーかけるわ。バカこぼれるよ。そう、今のは山、え、どちらの大山さんの方でしょうか、うん、じゃあ今のドラえもんさんの声。バカドラえもんです。あ、次のドラえもんの声狙ってますね。ジャイアンは食べるの好きだから、僕はジャイアンの声優になりたくなってきた。確かにジャイアンっぽい一緒のさらにパワーアップ。あー、レン君 TV、 レン君 TV、 ヘイ、レン君 TV、 レン君 TV、 ヘイ、今度は今度は面白い価値がいっぱいだ。うんうんうん、レン君夏休みもうあと1週間じゃん。はい、1週間なので動画を作っていきます。ねえ、もう親に言って YouTube 撮りたくて撮りたくて。最近は音声配信スタンド FM 使いこなしてますね。結構ファンの方が出てきました。レン君のこと、ファン。あ、ついに2本目に入ります。新しい境地へ。あら、ピリオドの向こうへ。もう盛り下がってる。こうなったら次くる裂けるチーズ2本目が始まります。お願いします。裂けるチーズ2本目。さあ2本目です。どうでしょうか。おいしい絵が変わりませんね、あまり。ピッ、うん、レン君食べるシリーズいいと思うよ。え、とにかく食べるの大好きだよね。これから食べるシリーズが出たよ。こんなくさ、子供から取りたいっていうのってあんのかな。ありますよ。じゃあもうこれさっき自分で企画して、僕が出るんだよ。そう、2本食べるのを取りたいと懇願されて今回しております。ね、YouTuber の主人公にだったんだよ。うん、いいよ。もうなんか消しゴムみたいになっとる。どう？レン君はよく落ちてるものを食べてしまう癖が治りません。もうやめてて、それほんま恥ずかしいて絶対学校でやらんといてて。もう言ってももう学校ではやんないよ、学校では。あれ、もう片付けようとしてないあれ、そういうことじゃない。
なくて。あれ片付けようとしてない？片付けるんじゃないよ。れんくんどう？一本が美味しいでしょ、やっぱ。二本目美味しい？二本目は美味しい。あ、そうですか。失礼します。れんくんの夢が今叶おうとしています。あれを半分弟にあげずに、あ、自分が食べると全部。れんの夢ですね。かじるし、三つ目。あれを食べて、口開けて、口開けになって。それもね、子供だからまだね、今なんか、うんってなってなかった。なんか卵もおじさんみたいな、うんって。おじさんです。小さいおじさん、小さいおじさん、ほんと。なんかちょっとね、サケチーズはね、バナナみたいな食べ方なんだよ。あ、剥いていくってこと？うん。そっかそっか、確かにバナナっぽい。バナナ的発想だね。ここや、さらにパワーおあかじるし4かじるし4回目です。さらにパワーアップ。食べるシーン、噛むシーン、最終回。あどうや、おいしいです。よかったです。イエーイ。お腹いっぱいになってきた。うん、お腹いっぱい。さけるチーズの動画出すとね、うん、急にお腹が膨れちゃう。満腹パン、満腹、満腹感もあるということで。あるね。はい、食べるシリーズ1ということで、今回は食べるシリーズ1、さけるチーズ2本食べてみたって動画です。うん、本当はそんな食べながらバーバー喋るとはダメなんですけどね。今日はもうちょっと YouTube ということでよろしくお願いします。多めに見ていただけると嬉しいです。うん、なんかちょっとね、スピードダウンしてます。せーの、あー、バスだよ。ミルキーみたいになっとるやん。あ、ちょっともっと美味しくしたよ。千歳飴のミルキーみたいなと誰もわからないかもしれない。幼稚園でいっぱい年もらってくる千歳飴のミルキーみたい。じゃあのレッグ違います。ちゃんともう食べなさい。食べ物だよ、大事に。はい、よかろう。最後は大事に食べさせて、あ、避けさせて。食べました、完食。完食おめでとう。どうでした？あ、まさか、まさか、まさか落ちた。消しゴムのカスみたいな。消しゴムのカスじゃなくて、裂けるチーズのカスだよ。まあね、食べ物を大事にしているということで、いい方法から見たいと思います。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。